ラジオ、関西淡路送信所地図ラジオ、関西淡路送信所は、兵庫県淡路市にあるラジオ関西の送信所である。兵庫県をはじめ近畿地方の広範囲に電波を発射している。現在は、淡路市小磯一番地一にあるが、以前は、同市岩屋にあった。旧送信所近くを通る、赤石海峡大橋建設工事に伴って、電波障害が見込まれたため、 本州四国連絡橋講団の負担で移設され、1994年の11月23日から運用を開始した。およそ2ヶ月後に、阪神・淡路大震災が発生。当時スマークにあった本社スタジオは大きく損壊して、使用不可能になったが、送信書を移したばかりで、老朽化により倒壊の恐れがあった、旧送信書も解体済みであったことから、 結果的に放送全面停止という最悪の事態は免れた。現送信書は1998年まで運行していた淡路フェリーボートの大磯港に隣接した場所にあり、フェリー廃止後の周辺は、山陽電機の事業所や本市海峡バスの大磯営業所、太陽光発電施設が設置されている。公式、ラジオ、関西広報担当のつぶやき、ラジオ関西 PR、 最後に、ラジオ関西の周波数は日本でも1.2位を争うほどよく飛ぶ電波です。東北は、広島、名古屋も条件を合わせると聞くことができます。以前のアンケートでは、宮崎県や秋田の小川半島から生放送のお便りをいただきました、トル席、ラジ席。ツイッターより2020年6月1日閲覧。このような送信書は、 北陸放送金沢ラジオ送信所、山梨放送甲府ラジオ送信所、京都放送京都ラジオ送信所、中国放送広島ラジオ送信所、琉球放送那覇ラジオ送信所、ラジオ沖縄那覇送信所などがある。ありがとうございます。